早春の阪神に最強を自負する馬娘が集う。春の中長距離三冠第1弾大阪杯。3番人気にはエアグルーヴ。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、東海帝王。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って。1番人気スーパークリーク。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは15番エアグルー、メジロマックイーン。期待通りの結果を出せるか。1番人気スーパークリーク。15番快調に飛ばして行きます。先頭は15番単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はダイワスカーレット。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのは15番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは東海帝王。落ち着かない様子。15番先頭に立ちました。続きました東海帝王、ダイワスカーレット。3番手それを見るように16番、5番手にエアグルー、そしてメジロマックイーン。1馬身差エイシングフラッシュ。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。順位を振り返っていきます。先頭は依然15番4馬身リード。続いて東海帝王、外目をついて16番ダイワスカーレット。続いているエイシングフラッシュ5番手、その外並んでスーパークリーク。差がなくメジロマックイーン、外から10番、そしてその内エアグルーヴ。少し後ろからナイスネイチャー、その外並んで8番、その内並んで6番、外14番、少し離れて待ちかね福来たる。後方2番手に2番。いきますよ。そして最後方13番15番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、波乱の展開になりそうです。まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。さあ余裕作戦だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。最後のコーナー最初に立ち上がったのは東海帝王。外からスーパークリーク、驚異的な末脚。外から上がってきたのはナイスネイチャー、200を通過。スーパークリーク食い下がるナイスネイチャー。並びかけてきたナイスネイチャー、ここで抜け出した先頭ナイスネイチャー。しかしその差はわずか。ナイスネイチャー今ゴールイン。ナイスネイチャー春の中距離最強馬娘の称号を見事に獲得しました。2着スーパークリーク、3着に入ったのは東海帝王。喜んでいただけます。